バレーボールネーションズリーグ2024女子予選ラウンド第3週日本ゼロの三アメリカ16日福岡北九州市バレーボールの世界最強国決定戦ネーションズリーグで女子日本代表世界ランク7位はアメリカ同5位と対戦しセットカウント0対315から2518から2524から26のストレート負けを喫した 通算成績を8勝4敗で予選ラウンドを終えた日本は20日日本時間からタイのバンコクで行われるファイナルラウンドに臨むスタメンは主将小笠里奈28セッター岩崎小暦35山田日香24林琴奈24石川真佑24荒木彩香22リベロは小島真奈美29が起用された第1セット 日本は東京五輪金メダルのアメリカに4対7とリードを許す。その直後、長いラリーを拾いまくり古賀が強打を決めると、石川のプッシュに岩崎のブロックで4連続得点に成功し、8対7と逆転する。しかし、平均身長189センチと相手の高さを生かした攻撃に5連続失点し、再びリードされる。 さらにクイックやサービスエースなど強打だけでない興難を織り混ぜたアメリカの攻撃に日本は翻弄され、15から25でこのセットを失う。第2セット、日本はリベロの小島を中心に高レシーブを連発し、6・6とアメリカに食らいつく。しかし、ブロックやサーブでも崩され4連続得点を許し6、6の10とリードされてしまう。その後も、 平均身長で 12cm 上回るアメリカの高い打点からのスパイクや速攻でリードを広げられ、18から25で連取されてしまう。第3セットに入ると、途中出場の和田由紀子、22、がスパイクにブロックを決め、ミドルブロッカー荒木の速攻も成功し、12から9とリードする日本。しかし、アメリカのサービスエースや速攻などで16から16の同点に追いつかれると、 そこから連続失点し、17から20と逆転される。その後、日本は粘りを見せ、4連続得点などで24から24のデュースにもつれ込む。しかし、日本の反撃も及ばず、アメリカの強打に屈し、24から26でこのセットも失い、セットカウント0対3のストレートで敗れた。6大会連続の五輪出場を決め、今大会予選ラウンドを終えた日本。 この試合3対0のストレート勝利ならば、この後行われる中国戦の結果次第でアメリカを抜き世界ランク5位に浮上となったが、その可能性が消滅した。日本は中国戦の結果にかかわらず世界ランク7位が確定し、パリ五輪リ1次リーグの組み合わせ抽選、6月19日で第3ポット、6位、8位へ。 5位の強豪チームと2度対戦する可能性がある。今大会予選ラウンドは全16チームが12試合を戦い、上位7チーム、プラス開催国がファイナルラウンド、トーナメントに進む。世界ランキングは試合前時点、ネーションズリーグ女子予選ラウンド結果、日程は日本時間。